ハロー、高木です。今回やけど、ちょっと俺があんまり好きでもない、けど嫌いでもないみたいなものがあって、そこになんかこうちょっと好きになりたいなっていう。好きでもない、嫌いでもないって、もうそれもはや無関心やみたいなっていうものがあって、俺その焼き鳥があんまり今まで食ってけへんかったよね。別に嫌いとかじゃないで。別にまあ美味しいっちゃ美味しいんや。けどさ、なんかさ、焼き鳥屋さんってみんな異様に好きじゃない？あと焼き鳥屋ってこの世にめちゃくちゃ多くない？ありすぎると思うよ。繁華街を歩けばとりあえず焼き鳥屋みたいなんで、でなんかあったらさ、みんな焼き鳥屋に行こうみたいなのあるやんか。そのノリがあるやんか。もうお前も好きやろ焼き鳥みたいな、こうノリがあるやんか。俺別にそんな好きじゃないよ。なんかこう友達の見に行ったらさ、最初名前呼ぶみたいな、あの感じ共有されてるみたいな。別にそんな焼き鳥好きじゃないなって思ったから、その改めて焼き鳥屋行ってみたいなっていう風に思ったから、今回は、1日3食3日間焼き鳥生活をしたら果たして何キロ太るのか、そして好きになるのかという検証をやっていきたいと思います。嫌いなもの生活は昔したことあるよね。椎茸、キノコ生活ってしたことある。地獄やったりました。今まで俺が無関心なものに対して3日間でやったことなかったから、とりあえずまずは関心を持ちたいなということで、はい、今回そちらの検証を早速やっていきましょう。焼き鳥、はい、皆さんおはようございます。ということで、本日1日目一番最初はこちら業務スーパーにやってきました。なんか業務スーパーの焼き鳥、冷凍焼き鳥みたいなのあるから、なんか安くてコスパいいみたいなの豊富やったから、1食目業務スーパーに買いに行きます。こちらの冷凍食品の焼き鳥、これかな、加熱用桃がいいな。よいしょ、50本入りのやつ、加熱用に戦います。はい、こちら買ってきたやつを調理していきたいと思います。お好みの調理方法でお召し上がりください。何でもいいってことじゃ。おお、こんな感じで。はい、焼き鳥完成しました。朝からすごいな。うん、まあ普通に、あーでも自分好みに焼いてるかもな。めっちゃパリパリに焼いたから美味しい。なんだろうな、これ串があって、串に刺されてる鳥ってすごいなんかあれやんな、アルコールよく注ぐよな。あー、ちょっと次、2食目、昼ちょっと飲みに行こうかな。言うて今日編集でやから、えらとってぐらい編集しながらお酒飲むな。それこそフィッシャーズのシルクとかあれやんな、お酒飲みながら編集しようけど。お様です。はい、というわけでここからはナレーションの時間です。ということで、こちら金取りという読み方なんかな、大阪にあるチェーン店、焼き鳥のチェーン店のお店までやってきました。ということで、さっきね言った通り、ちょっとお昼からお酒飲んじゃおうかなということで、こちらビールをいただいた上で、こちら食べてるのはささみの梅しそ巻き。そもそもね、ささみがなんかあっさりしてるのに、それにさらにプラス味付けがあっさりってね、これはもう最高ですね。味もバッチリです。さすが焼き鳥チェーン店。ここにここの残った油をビールで流し込む。あー最高や。で、あと頼んだのがネギマ、ネギマの塩とタレを頼みました。レモンを絞って、こちらレモン絞っていただきます。まず先塩ですね。塩レモン、うまいうまいうまい、めちゃくちゃうまいんですけど、これはちょっといい編集ができそうや。いい編集ができそう。どうなんやろ、誤字脱字が多かったらごめん。この飲んだ後に誤字脱字が多かったら、俺は飲みながらの編集は向いてないって感じだね。はい、そんな感じで昼から優勝しました。阪神タイガースみたいな色やな。そうっすね。いや今日ちょっとトリキーかん、ほぼプラベ、ほぼプラベ、もしかしたらちょっと回すかもしれんけど。あー、はい、普通にちょっと飯行こうやぐらい、タイムカード切る。まあ、ブラブやな。まあもうちょっと今日もね、編集頑張ったんで、ちょっとご飯行きましょうよ。はい、よっしゃー。はい、はい、ありがとうございます。ソフト届いてきた。いただきます。うまっ、うめぇ。こんなことしながらやるのないけどさ、これプライベートでマジ焼き鳥食えへんの。へぇ、近くとかでさ、焼き鳥屋多くない？これ全部焼き鳥焼き鳥行ってるんですか？うめぇ、海鮮系しか行かんかな。あぁ、ネギマじゃなくて白ネギ食ってるイメージある。あ、確かに確かに、白ネギの串焼き食ってるもんね。プライベート
そうや、最近取引行ってないな。どこで話したっけ前、元カノが取引で働いてたって。それで元カノが働いてるとこに飲みに行ったりとかしてた。みんなで集まってで、そのまま上がったらその彼女も一緒に飲むみたいな。何？いや青春してんだ。いややってたな、そんなことが。うわ、これスパイスかな。まあ、でも地元の友達と飲む時とか意外とこういうとこ聞いた。あ、そうなんですね。なんか俺最近初めて会った人とか、舞台のイメージもそうかもしれないけどさ、晩飯何食ってんのってめっちゃ聞かれて、え、毎日数万円ぐらいするもの食ってんじゃないみたいな。え、もう、え、全然そんなことないやんな。そうですね。地元とかあったら、地元の友達が行きたいとことか全然優先するから、こういう居酒屋とか全然行くし、298円とかで、はい、じゃあ最初居酒屋、学生時代リピートたとこやった。白木、白木はめっちゃ行ってた。ええやな。それこそ今なくなったら、京都山あったよ。あ、なくなった、なくなった、なくなった。京都山、俺が京都山で京都山あったよ、駅のまんま。覚えてるわ。そこでさ、俺前組んでたバンドがギフティっていうバンド組んでてんけど、はい、そこの白木屋で当時の元メンバーが俺連絡してきて、こういうバンドやりたいって言うので、そこで初めて会った場所が白木屋。そこで組むかって決めたの。あ、そうなんですね。じゃあバンドも白木屋も潰れた。どっちも。あ、この話動画したことないかも。去年か一昨年の俺の誕生日、大江戸のこっちゃん、はい、たつがちょっと祝いたいんでって、どこどこまで来てくれませんかみたいに言われたわけ、はい、で場所を呼び出されて住所で送られてきたよ、その場所まで。で絶対に時間厳守でって言われた。誕生日で時間厳守で場所して、まあなんか想像はあんまりしてん方がいいんやろうけど、なんかこうサプライズ的なちょっと考えながら行って、うん、はい、で場所ついて住所のとこついたら、まあ、誰もおらなくて、お店あたりにそのなかったんよ、はい、っぽいとこが。勝手なイメージ、そのバーとかそういうとこかなって。ああ、はいはいはい、なかったから、はい、あれどこだろうって。なんかほんまに雑居ビルとか、なんか居酒屋と、なんか吉兆ぐらいしかなくて、でこっちゃんに着いた、どこ行けばいいって言ったら、吉兆に入ってくださいいや別に悪いとかじゃないから。でも大好き、吉兆っていうね、最終居酒屋入って、じゃあ吉兆の中にもおらんかったし、期間厳守って言ったのにただただ遅刻してきたってめっちゃ嬉しかったけどさ、はい、っていうので利用してるぐらいだから、普通に吉兆とか取引とか好き。あらら、この感じ懐かしいわ。なんかこういうとこに居酒屋ってさ、声張らなかいよ、周りが結構ガヤガヤしてるから、ホールなんかそれが盛り上がりになってるのかなって。ああ、はいはいはい、高めやってるじゃないですか、みんな。うん、はい、こんな感じで1日目めちゃくちゃうまいです。やっぱ取引が一番好き。はい、2日目、おはようございます。なんかこう焼き鳥の定食屋、昼間空いてるとこがあんまないから、やっぱり夕方ぐらいから開くイメージがあるから、なんかないかなと思ってたら、鳥ドールっていう、それこそ昨日行った鳥貴族が手掛ける焼き鳥の定食屋さんみたいな、っていうのがあるから、ちょっとそこに行ってみたいと思います。あんまりみんな知らんのかな、どうなる、全国区かな。はい、ということで着きました、こちらが、鳥ドールさんです。はい、ということでこちら焼き鳥弁当を注文しました。しかもなんか1杯目は普通に食って、2杯目はこのだしをかけてくれって言われました。いただきます。ここに分けんのか。うん、うまっ。うん、甘酒かもって言っててめっちゃうまい。2杯目はもう出汁で食うのもいいみたいな。で、茶漬け焼き鳥丼。おー、はいはいはい、鶏雑炊みたいな。おー、うん、うまっ。はい、今ちょっと仕事で出ていて、あのお昼ご飯何食べようかなと思ったとこに、ね、中宇見つけて、中宇の炭火焼き鳥丼みたいなのあるんだけど、これは OK なのかな。 OK なんですかね。いや別にいけるか、大丈夫やと思うんですけどね。そうやな、はい、うどん生活でカレーうどん食っててもいけるみたいなそうですね、その感じじゃない、はい、ちょっといろんなもの紹介したから、ちょっと、はい、お昼は中宇の炭火焼き鳥丼食います。ではいただきます。あー、うまー。でも俺なんかこう最初に冒頭でさ、焼き鳥そんなに別に好きじゃなかった、嫌いじゃなかったって言ったけど、それの理由が分かった、食い続けてて。
あの皮がそんな好きじゃない。あ、ブニブニの。なるほど。なんかカリカリやといける。焼き鳥でも皮がバリバリとかやったら、そこまでいったら俺は唐揚げでよくねって思っちゃういやだから今思い返したら、俺あのサイゼでさ、ディアブロ風チキンステーキみたいなのあるやんか。であれ俺サイゼ行った時に、これの昔から俺の動画見てくれてる人は分かると思うけど、あれ行った時俺絶対によく焼きって言ってるよ。へえー、だからチキン系はバリバリじゃないとって感じ。はい、今日の晩飯はウーバーしちゃいました。国産鶏おまかせ10串のタレ味です。おお、めちゃくちゃ豪華じゃん。すげえ。ちょっと待って、焼き鳥だけじゃないのもあるぞ。うずらベーコン、これはちょっとあかんな。これはスタッフにあげよう。それでは晩ご飯いただきます。セバさん、毎年の恒例企画でさ、 TikTok メドレーいろんな YouTuber と作りたいよねみたいな話してたやんか。で第1弾をさ今年の初めにしたやんか。誰としてほしいとかあるいやもうね、ちょうど今声をかけてちょっとやっていこうかなっていうタイミングはねんけど、どういう人としたらみんな湧くんかなと思って、こういう人とやりたいなっていうのも、もちろんスタッフからマネージャーからこうなんか提案みたいなのもあんねんけど、来週俺が決めるんよ。で声かけたりするんだけど、誰としたいかなって。そもそも頻繁に俺クリエイターと会う方じゃないからさ、なんかこのタイミングで、去年も12月にめちゃくちゃいろんなクリエイターさんと会ってんけどさ、もはや自分の中で TikTok メドレーの制作イコール忘年会みたいになってんねんけど集まるからみたいな。っていうことで今年も12月ぐらいから撮影始まるのかな。ちょっと長めの忘年会頑張ります楽しみにしていてください。はい、最終日です。本日はコンビニでもそういえば焼き鳥売ってるわと思って、コンビニの焼き鳥のクオリティはいかがなもんかなというので買ってきました。ファミマですね。いただきます。まず桃から。あれ、これむちゃくちゃ好きえ、うまっ。なんやろ、味付けか。めっちゃ甘めのタレで、え、美味しい。コンビニってこんなにクオリティ高い。桃塩とかあんま食ったことなかったな、そういえばな。多分皮や、皮ですね。皮好きな人っておんのやったっけ。え、絶対に身の方がいいと思う。これは俺だけか。うん、でもそもそもタレがうまい。おさま。はい、ちょっとバタバタしていたので遅めの昼飯ですが、ウーバーしようかなっていうので、みんなの焼き鳥っていうんですよ。みんなの焼き鳥ウーバーで探してたら、バッて大阪市内だけで50軒ぐらいあってんけど、焼き鳥屋さんそれだけ需要があるってことですよね。っていうので、なんか焼き鳥のとりあえず盛り合わせみたいな。いやー、めっちゃいろんな種類ある。そっか、そうやね、いろんなあるよな。普通に基本的に俺ネギマとモモと胸しか食ってなかったけど、これ野源軟骨とかじゃない。いただきます。とさ、YouTube を撮り続けててさ、まあ、Twitter とかインスタとかなんかそんな辺をまあ日々確認じゃないけどさ、まあ、仕事として見ることが多くて、だから難しいよな。普通の人からしたらさ、携帯ばっか触ってるってさ、もう携帯ばっか見てるやつみたいな思われるやんか。半分、え、でも仕事って思う方がいいんやけど、なんかこう見る癖がついちゃってるというかさ、職業病みたいなとこだろうなと思って。なんて言うんやったっけ、スマホから離れること、脱スマホじゃないけど SNS デトックスみたいな、なんかがあるらしいねんけど、一週間ぐらいそういうしたい。今の世の中携帯を操作してるんじゃなくて携帯に操作されてるからさ、みんな気付いたら見てんもんな、やっぱな、気付いてて。なごちそうさまです。はい、ということで、最後の晩ご飯、こちら焼き鳥大吉さんにやってきました。で大吉ってなんかそういえばなんか結構見かけるな、街中でと思ってて、で調べたら東京とかにもあんねんな。だから多分全国チェーンっぽくて、最後の最後にちょっとここで決めようかなと、ここでちょっとまったり焼き鳥食っていきたいと思います。はい、ということで、お店に入りました。俺もしかしたらワンチャンキッチョ初めてかもしれない。キッチョじゃないわ大吉ね。キッチョは俺がいつも行ってる居酒屋彩り串やって、こんなオリジナル串みたいなのがチキンチーズとか、え、めっちゃいい、めっちゃうまそう。柚子胡椒焼き、辛トマト、元気焼き、ガーリックとか。じゃあとりあえず
元気焼きと梅しそで柚子胡椒。元気ニンニクやんな。いただきます。ニンニクパウダーマジっすか。うわうまえぐいわ。ナイスか。鬼飯してる。うん、梅しそやけどささみじゃないよ。勝手にささみのイメージだったけど今まで。でも本格として思ったのはやっぱり安いね、焼き鳥は。あ、はい、やっぱそのコスパの良さがあるかもね。あ、はいはい、こんな雰囲気ええんやん。あなんなのこの昭和なんかとさ、エモすぎるやろ。そうそう、浸れるわ。いやでもなんか40、50になってここで一人で飲んでたら、ね、それはそれで哀愁漂うやろ。あ、そうっすね。カウンターとかでさ、はい、いやなんか1日目カウンターで一人飲んでたよ俺。へー、年取ったなと思った。そういうとし始めたら。秋みたいなのはどうですか。秋っすね、味の秋みたいな。今ものすごく粉もんが食いたい。別のものが食いたい。ああ、やっぱそれはそうですね。やっぱ食った時のあれ一緒ないよ。ああ、はい。ほんまに。最近でも思うのは、乗車って意外と夜中に食いたのも焦って欲しがってるなっていうのなんか思う。あ、はい、最近やと例えばその富士急の戦慄迷宮もそうだし、ジェットコースターもそうだし、だそういう部分見たがってるよ。あ、はい、なんかこうちょ、ここ、ここはね、焼き鳥生活っていうことでさ、はい、チキンエピソードみたいなのも あえてね、はいはい、そうっすね、幽霊の語るやつが嫌われるから、はい、そうっすね、そうだ、逆を言った方がいいんだ、はい、逆張りした方がいいよ、こういう時って。あ、でも中学の時に、はい、好きな女の子がおって、非常階段にいつもその女の子が2人でおって、はい、女の子友達と、俺ら男のグループも非常階段で遊ぶ、非常階段グループって、はいはいはい、そうそうそう、で俺を好きってのみんな知ってたから、なんか言ってくるよね、聞こえるように、おるでみたいなっていう、で今でこそそんな感じでなんかこうすごい女の子とみたいなイメージあるけど、結局何も言えんまま卒業したもん。もじもじして非常階段こうチラッと見るだけ。チキンっすね。バリチキンじゃない。まあ、シーでこれかすげえコップやん、なんかこれは実家のコップみたいな。あー、ちょっと顔かまってる。はい、ってことはこれでやってる生活はい、ということで、今回ね、焼き鳥生活3日間続きましたけども、テンション何やったっけ、好きになるかどうかみたいな感じか。3日間通してどうだろうな。けどやっぱ、よく焼きが好きやなってことに気づいたな。あー、はい、パリパリじゃないとやっぱ 俺は苦手やなって、そもそもが。けどやっぱそのさっきも言ったけど、コスパがいいから、みんなが好きっていう気持ちもわかるけどみたいな。はいはいはい、まあ、けど、逆効果やったかも。当分、見たくないもん。